You were tall, I looked up from where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal: give me off of your mind. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one little finger and the door. どうさん、こんにちは、アツヤです。今日も動画見ていただいてありがとうございます。はい、というわけでね、もうタイトルにもある通りなんですけども、漢木好きのね、僕がですね、発根管理に挑戦してみるぞっていう動画となっております。はい、でね、ついさっき、その、抜き苗っていうのかな、それが届いたので、ちょっとね、もう緊急事態的な感じでね、動画撮ってるんですけど、ちょっとね、台本とか全くないままね、普段もほとんどないんですけど、普段台本とかほとんどね、ない状態で喋るので、ちょっとね、論点に散らかってる動画になっちゃうかもしれないですけども、お願いいたします。で、この動画に関しては、どうなんでしょう。僕的にはちょっと長期プロジェクトというか、まあ、できれば短期になってほしいんですけど、日を分けてね、発根するところまでなのか、ダメになっちゃったよっていうところまでなのかを、ちょっと動画としてね、コンテンツとしてね、作っていきたいと思いますので、よろしければね、最後まで見てくださればと思います。最後まで成立したらいいなと思っております。でね、もう実際ね、購入させていただいた、株、ご紹介していこうと思います。でね、実際にね、購入させていただいたのがこちらですね。はい、こちらです。もうトゲトゲしい、なんか武器みたいなのが出てきましたけど、横の方がいいか。こちらね、コミフォラのアフリカーナと言われるね、ものになっております。こういうね、抜き苗実はずっと探してて、イベントとかもね、足しげく運んだんですけど、まあ、ちょっとね、どうしてもこういうのはやっぱり見当たんなかったので、今回ね、ヤフオクでまた購入させていただきました。最近ね、ヤフオクに対する抵抗がだいぶ減ってきたので、今回ね、もうこの際、これいいでしょっていうところで、購入してみました。はい。で、購入させてもらったのはね、いくつか理由があって、まあ、単純にね、こういう後ろにもね、いっぱいあるんですけど、コミフォラが好きだと、灌木が好きだというね、ところもあったのと、まあ、あとね、いつかね、発根管理みたいなのをちょっとやってみたいなと、一応アガベはもういっぱい売ってるし、パキポディウムのね、それなりに発根管理させていただいてるし、まあ、こういうね、灌木みたいなものって、なんかどうしても怖いなと思ってたんですけど、まあそういうのにね、挑戦しないままね、園芸を楽しむのもちょっとどうかなって思ったので、それがね、二つ目。で、三つ目がですね、こういう抜き苗だからこそできる、ものがあって、こういうね、お店とかでね、購入させてもらったものっていうのは、手根がね、長いので、結構ね、仕立てられる鉢にいろんな制約があるんですよね。それこそね、こちらの、コミフォラの、これ YT って言われるね、品種ですけども、この YT もね、結構いい感じに仕立てられてはいると思います。いるんですけど、これね、結構手根めっちゃ長いんですよ、これ。確かね、こんぐらいまで行ってんのかな、行ってるんですけど、だからね、結構この鉢も必然的にね、こう長くしないといけないっていったところもあるんですよね。で、もう一個、ごめんなさい、ちょっと重くて取れないんですけど、これですね、これコミフォラのね、カタフですね、ピュアカタフなんですけど、これもね、横のね、径もあるし、こう縦もね、結構必要っていったところもあって、これめちゃめちゃでかい鉢を、購入させていただいて、今ね、ちょっと根っこがね、伸びきるまでちょっと待っている感じの、鉢となってます。まあ、こんな感じでね、店舗さんで購入した時には、そういう、風になりがちな、品種となっております。で、じゃあこいつ、どうなのっていったところで言うと、まあ、実際長いじゃんって感じなんですけど、根っこが生えてないので、詰められるんですよね。まあ、詰めすぎちゃうと今度ダメになっちゃうんですけど、ある程度自分で詰めて、どこから根を生やさすか、みたいなところがコントロールできるんですよね。で、この株自体なんですけど、これね、ちょうどね、おあつらい向きといっちゃなんですが、ここね、開根っぽくなってるというね、こうぷくっと膨らんでるところなんで、実際にね、こう、鉢から見える姿としては、まあどうなんでしょうね。まあこうなってるのはまあ少なくとも違うじゃないですか。なんとなく。だから、こうなってる感じが多分かっこいいというか、かわいいというか、っていう感じのね、仕立てなんじゃないかなと思ってるんですよね。この辺かな。ちょっと最初ビビっちゃうから多分もうちょっと長めになるかもしれないんですけど、この辺までね、ちょっと一旦切ってあげて、このね、部分で、土を植えてあげる、鉢に入れてあげるってことをすれば、コンパクトなね、仕立てができるんじゃないかってところで、この、抜き苗を選んでみた感じになってます。まあね、ちょっと、発根管理っていうのはね、どんなやつをやっても、ドキドキしちゃうんですけど、
まあ、この灌木のね、発根管理にこれから挑戦していこうっていう感じの動画になってます。で、まあ、先ほども言った通りね、あの結論まで、ちょっと動画のね、コンテンツにしたいと思いますので、ぜひともね、ちょっとこの後見ててくださればと思います。それでは、行ってみましょう。シュッ。雪が始まりました。こういうもん。ちなみに切った部分はカルスがあるとかそういうことは全然ない感じですね。はい、まだ2日目くらいです。はい、3日かな経ったんですけど、なんかね、芽吹きがピントがなかなか合ってませんが、芽吹きが出てきました。ほら、こことかすごい細かくね、ポツ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 出てるんですよね。で、あともう一個あって、こことかが分かりやすいのかな。これカルスっていうか、もう根っこじゃないかって思ってんですよね。こことか白いのが出てきてんですよ。最初なかったの。こことかも出てきてね、あれみたいな2ヶ月ぐらいかかるみたいな話も聞いたんですけど、あれみたいな感じですね。ここもちょっと怪しいな。今んとこ多分順調ですね。はい、ちょっとあんまり綺麗じゃなくて申し訳ないんですけど、置いてる場所はこの机の上なんですよね。で、一応太陽光っていうか、ここにですね、かなり高い位置ですね、5、60センチぐらいあるところに、育成ライトがあるところの下に置いてるって感じですね。それにしてもね、この樹形がいいですよね。樹形がね、これぶわって茂ったらどんな感じになるんだろうな。見る人が見たらただ枝が水に沈まってるって感じですけど、はい、こんな感じでやってます。よろしくお願いします。カートルだ、カートルHave this feeling, haven't felt for so long. For the first time in ages, I wake up and don't hate it.あれからね、何日か経ちましたけど、そこまでね、状況は変わってないんですが、こういった感じでね、芽吹きはかなり進んでます。で、肝心のね、根っこの方はこんな感じですね。まあ進展はしてるけど、まああんまり大きくは変わらずって感じですかね。まだ根っこは出てない、言い方でいいんですかね。はい、まあとはいえね、ちょっとずつちょっとずつこのカルスというべきか、根っこの元みたいなやつは大きくなってるので、まあ時間の問題かなと思いつつ、もうちょっとかなって感じですね。はい、というわけでですね、ちょっとね、
若干緊急な感じで動画回してるんですけど、これいつもの角度これまあいいや。というわけでですね、もうなんとなくお察しついてる方いるかもしれませんが、あれから、約ですね24日ですね、経っております。でね、肝心のね株の方どうなったかっていうとですね、まあこんな感じになっております。はい、まあね、もう途中でね、結構出てたと思うんですけど、もうすごい調子良くてですね、めちゃめちゃ生い茂ってます。で、根っこの方もねどうかなっていうところ見ると、このね横っちょのところからはポコ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 相変わらずカルスみたいなの出てるんですけど、一昨日の夜なんですけど、これですね、見えますか。はい、このところから根っこがねニョロンと出てきてくれました。はい、1ヶ月ね経たないうちに発根してくれちゃいました。いやちょっとね、まあ最初からね結構調子はいいなって思ってたんですよね、思ってたんですけど、ちょっとまさかこんな早く出てくれるとは思っておらず、なんか動画的にはねもうなんか半年ぐらいの勢いを覚悟してたんですけど、まあねもうめちゃめちゃ調子良かったんですよね。もう翌日ね、あの動画にも流れたと思うんですけど、翌日にはねもうこう芽吹きが出てきてくれたりとか、あのこの横からねこのポコポコねカルスみたいなやつが出てきてくれたりとかして、まあ、ちょっとしばらくねそこからあんまり動きなかったんですけど、まさかねこの、ここのよくあるところから、カルスが出てきて、発根してくれるとはちょっと思っておらずでした。あのこの後ろにもあるね、カタフ、植え替えた時に思ったんですけど、やっぱねあのコミフラはね根っこがすごい細いので、あんまり伸ばしちゃうとせっかく出した根っこが折れちゃうかもしれないので、ちょっとこう短いうちにねもうちょっと植え込みしようかなと思います。はい、もうあとはね、ちょっと最初はお水多めでやっていけばバンバン根っこ出してくれると思うので、このままもう植え込んじゃいと思います。で鉢の方なんですけど、冒頭ねちょっともう僕にとってはもうだいぶ前の記憶なんで何て言ったかあんま覚えてないんですけど、結構ね浅い鉢でもやっていきたいよと、いう感じで言ってたと思います。はい、で、たまたまですね、たまたまあるもんなんかってとこなんですけど、今日はですね、こちらの農さんの鉢に植えていこうかなと思っております。はい、これね農さんの山の月というね鉢になってまして、これがね僕ね結構好きなんですよね、このシリーズが。でね今日はねちょっとこれに植え込んで、ちょっとね動画自体は締めていこうと思います。はい、ぶっちゃけねちょっと出勤前なんでパパパッと植え替えていきます。はい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 、こんな速度でね発根されちゃうとちょっと調子乗っちゃいそうですよね。今年はねちょっとねこういう感じのことをやっていきたいんですよね。ちょっとね灌木のね比率を増やしていきたいなっていう思いなんですよ。うわこれ怖っ、これちゃいそう。でこれもね分かりやすいあからさまにここだっていうね A 面があるので、この辺かな、高さはこのぐらい。もっともっと浅鉢にしたかったのもあるんですけど、まあ、ぶっちゃけねビビりましたね、歯根を切るときにビビっちゃって、もうちょっと今回短くてもよかったですね。次回はあるかわかんないんですけど、次回はねもうちょっと攻めた歯根切りをしちゃおうかなと思います。まあちょっとこのためにね早起きしたんですけど今日。いやこんな朝っぱらからね植え替えすると思わなかったな。ちょっとあれですね、次回の教でも次回の教訓つってもな、これどうしようもねえもんな。まあ、発根してくれたことにね本当に感謝です。この子にはこういう灌木の抜き根ってあんまないですよね。これがねちょっとそのなんでしょう、ヤフオクとかそういうとこじゃなくても手に入るような感じになってきてくれるとね、僕的にはもっと嬉しかったりするんですけどね。あの本当はね場所とか購入させていただいたね、方のねURL とか貼りたいんですけど、広げちゃうのもねなんかあんまりこういうのは良くないのかなと思うので、あのね他の買いたい人とかもいるから、でどうしてもちょっと知りたいよっていう方に関してはちょっとすいませんなんですけど、なんかインスタとかね、その辺の DM とかいただけたら幸いです。ちょっとあんまり来すぎちゃったらごめんなさい、あの断っちゃうかもしれないけど、あでもまあヤフオクでそんなに扱ってる、ね、方もいないから検索したらすぐ出てくると思うので、
そう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 、まあ、ちょっとねこの植え替えのね話もしていこうかなと思うんですけど、このねノンさんの鉢はですね、あのこのちょっとねこうデコボコがねちぎってる部分があるので、これによってねあの思った以上にこの鉢の高さが出ないんですよね。なんでちょっとねあの浅めというか、その一番土の最高点はちょっと低めにしてあげて、で、まあ、化粧石とかね引きたい人はそこからね、引いてあげた方が結構かっこよく決まりやすいですね。よし、できた。はい、というわけですね、植え込みが完了いたしました。こちらになりますね。はい、だいぶかっこよくなったんじゃないでしょうか。はい、ちょっとこれでかいな、なんだかんだちょっとね、インサート刺すかもしれないですけど、はい、これはねなかなかいいのが仕上がったんじゃないかと我ながら思っております。はい、いやねいいですね、山の月さんと能さんはね。はい、でね、まだねこの子自体は根っこがねまだ1本ちょろ根が出てるだけなので、その根っこを伸ばしやすいようにちょっと水のね上げる頻度を上げて、やっていきたいと思います。はい、でねあれですね、もうだんだんと場所が狭くなってきてるので、ちょっとこの後ねこの辺整理してね、やっていこうかと思うんですけど、ちょっと時間かかるなこれ。一旦君はあれだ、僕出勤しないといけないからちょっと待っててこの辺で。うん、まあね、というわけでね、いかがだったでしょうか。ちょっとね長期のプロジェクトというね形でちょっと一回やってみたかったんですけど、まあそれでもあれか25、6日かかってるんで、まあまあな、長期プロジェクトになったんじゃないかなと思います。これはちょっとやみつきになっちゃいそうですね。あのこれぐらいの小さいねコミホラー欲しいんですよね、結構たくさん。はい、なんで、今後はねあのちょっと動画にするかどうかわかんないんですけど、まあ、よかったらね、皆さんも、こういうねゴミフォラの方の発根管理とかもね、ぜひ挑戦してみていただいて、そのね流れ、流行りが出てきてくれて店舗とかでね、この抜き苗が選べる日が来ることを個人的には切に願っております。はい、というわけでね、こんな感じで今日は動画終わっていこうと思います。はい、こんな感じでねこのチャンネルベストレジャーでは僕の最高の暇な時間を捻出したり過ごしたりするための僕が大好きなですね、こういう植物であったりとか、時々ガジェットなんかもご紹介しているチャンネルです。この動画面白かったよとか参考になったよって方いらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントなどなどお待ちしております。その他にもですね、僕インスタグラム、X、スレッズなどね、各種 SNS もやらせていただいておりますので、よろしければねこの機会に、フォローしていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ネストレジャーのアテでした。バイバーイ。